はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、関西クラクラクラブからですね、お届けしていきたいというふうに思うんですけども、私のチャンネル、基本的にはですね、クラン対戦系の動画中心に扱っております。やっぱりクランにいて、対戦でいい成績が出るかどうかって大きなモチベーションに関わる部分かと思うので、そこの悩みをですね、解決できるような動画っていうのをやっていきたいというふうに思っております。で、最後まで、ぜひご覧いただきまして、いいなと思ったら、グッドボタン、またチャンネル登録まだの方はそちらの方もよろしくお願いいたします。というところでですね、本日はちょっとね、見てほしい話が、あります。いつも見てほしいんですけどね。今回は、特別ちょっと、変わった話っちゃ変わった話。インビジの呪文なんですね。これね、今まで自分ちょっと曖昧にしていた部分があったんですけども、インビジの呪文って、その効果範囲内にユニットを出したら、もう必ず隠れるもんだと思ってたんですね。だけど、一瞬だけどうやら隠れないタイミングがあるっていうことに、最近、改めてそれを、実感した、ケースがありました。そこをね、ちょっとお話ししていきたいというふうに思うんですが、まず見ていただくべきは、私のこのこけたこのアタックですね。タナティさんに攻めた、ちょっとタナティさん何度も出してて申し訳ないんですけども、今回の動画の中で、防衛をですね、これ見てほしいと思います。で、ちょっとね、まずは、状況をおさらいすると、ここですね。クラン城があります。で、私のその突撃艦の中にはスーパーウィザードが入っていて、呪文見てわかるとインビジ使ってこうガンガン削ろうと思ってるんですね。で、ここのところに落としていこうと思ってます。ということは、当然クラン城の範囲に入ってくるので、インビジがなかったら援軍釣っちゃうんですけど、インビジかかっていれば援軍釣らないはずですよね。これがどうなるかっていうと、もうここまで言っちゃったら、あの、ネタバレっぽいですけども、出てくるんですよ、援軍が。ラバトツからの、まずインビジを、ここで、焚いてからの、これですね。ほら。普通にアイゴレ3体出てきちゃってるじゃないですか。で、こうなっちゃったので、スパビズがアイゴレたげちゃって、フリーズ効果を受けてる間にインビジが切れちゃうみたいなね。最悪のパターンに陥りました。で、結局この後、もう一発インビジ使ってもよかったんですけども、アイゴレ2体また、ね、スパビズがたげっちゃったら意味がないので、ここでやめましたね、インビジはね。で、ロイヤルチャンピオンにこれ回したんですが、全開至らずというところで、ちょっともう一回見てみましょう。インビジの呪文のね、発動が遅かったんじゃないのっていう、問題もありますよね。だってね、ちょっと、ここから2分の1速にして、見ていきますね。突撃艦を当てていきます。これがクラン城の範囲ですね。ここに入っていきましたが、まだ、この時点では出てきてません。アイスゴーレムは、対空ユニットっていうかな、その空のユニットをターゲットできないので、空のユニットがこの範囲に入ってきても、援軍としては出てかないんですね。陸に、地に足をつけているユニットが、この、クラン城範囲内に入ってくると出てくるっていう仕様なんですけども、ここですね。インビジ焚いて、ここのタイミング。これで今、インビジが効いてるの分かりますかね、ここ。マルチインフェルノかな、シングルインフェルノかな、これ、隠れてますよね、このインビジの呪文で明らかに。なんで、このインビジの効果が今もう発動しているところに、ユニットが落ちても、基本的には、クラン城は反応しないはずなんですよね。なんだけどですよ。はい、ここ。ほら、ユニットが今落ち始めた瞬間、この、なんていうのかな、このクラン城の旗みたいのがありますよね。このね、援軍が出てくるこの旗みたいなやつ、これ。これが、表示された瞬間にインビジ効いてんのに、アイゴレが出てきちゃうんですね。これは、ちょっと、いや、マジでって思いますよね。これやられちゃったら、だって、ね、援軍処理しなくてもいい援軍処理することになっちゃうわけじゃないですか。で、こんな感じですね。ほら、また一匹出てきちゃった。もうこれ完全にインビジ効いてますよね。にもかかわらず、二体目のアイゴレが出てきて、で、これ三体目のアイゴレさらに出てきちゃうんですね。もうこの時点でも確実にインビジ効いてるじゃないですか。だって、ここ、インフェルノ見えないからね、こういう風に隠れちゃってて。なのになんでよっていう話なんですね。これね、本当に気をつけた方がいいかなと思います。で、こうなってしまうと、やっぱりですね、壊すべき施設は、一応壊せるっちゃ壊せるんですけど、必要最低限しか仕事してくんなくなっちゃうんですね。それ以上に伸ばそうと思うと、やっぱり無理が出てきちゃう。で、今回のこのタンティさんの村を全開取ったのが、ですね、カッシーさんなんですけど、これね、もう一個ね、ポイントがあります。で、見てもらうとですね、同じ形でここ突撃艦のスパビズ入れていくんですね。なんですけども、アイゴレが出てくるタイミングが違います。これがね、また驚きなんですよね。こう出すじゃないですか。で、はい。
範囲に入ってインビジ耐えて落としました。このタイミングでまだ出てこないんですよ。ほらさっきもう僕の場合このタイミングでもう出てきてましたよね。でも出てこないんですね。あのアーチャーとか、まあ、小粒ニートが入ってますけども、そいつらがインビジの範囲内に行っちゃったのっていう風なね、まあ、疑惑があるかもしれないけど、それもないわけですよ。ない。お互いにない。で、にもかかわらず、こうね、なんていうのかな。インビジの呪文を落とす、この一瞬のこの隙間で、アイゴレが出てくるっていう。だから、なんていうのかな、インビジが効いてても、アイゴレが出てくる場合と出てこない場合がですね、反応する場合としない場合が、これも完全に、運の要素ぐらいしか、僕は思えないんですけども、もしも何かこういう理由だっていうのがあったら、ぜひちょっとコメント欄で教えていただきたいなと思っています。マジで知りたいです、これ本当に。で、かつですね、もう一個ね、気をつけなきゃいけないポイントがあって、今アイゴレ1体ですよね。2体目3体目が出てくるポイント見てほしいんですけども、これスーパーウィザードが投石機を壊しました。動きます。バネトラップにかかるんですよ、ここ。ほら、かかった瞬間に、わかります、これ。スーパーウィザードが、まあ、実体化したの分かりますか、これ。実体化しましたよね。実体化した瞬間に、アイゴ出てくるんですね、こういう風に。わかる？わかるかな？バネトラップ踏んで飛ぶ瞬間、ほら、飛んでないユニットはこういう風に透明になってるじゃないですか。でも飛んだユニットはさっき実体化したじゃないですか。で、その瞬間に、実体化したユニットが援軍を出しちゃうんですね。これもまた困った話。ほら、こんな感じで。ぴょーんって。おい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 って感じですよね。本当に。まあ、ハチさんの場合、ここからですね、きっちりと綺麗に、ラバル回していって、前回まで持っていけたっていうところが、まあ、僕とのやっぱりスキルの違いなんですけども、いずれにせよ、アイスゴーレムを、本来呼ばなくていいような、やり方してるのに、3体とも出しちゃって、まあ、呼んじゃったっていう、まあ、そこのとこですよね。が、かなり今回のこのアタックの中で、まあ、僕の中では相当、疑問に思えたし、致命的な結果になってしまったので、ちょっとこれを動画にしようかなと思った次第ですね。はい。まあ、一方でですよ、逆の言い方をすると援軍処理したい場合にはこれ使えるんですね、効果的に。例えば中に、スーパーガーゴイルとかストライカーが入っていて、クイヒーやる前とかですよね。もうこいつら処理しときたいな、ちょっとでもちょっとクラン城は壊せないんだよな、このインビジでみたいな場合っていうのは、今のようなパターンで援軍が出てきてくれることによって、それをスーパービーストが倒してくれるっていうね、メリットもあったりしますから、まあ中に入ってる援軍によって、一長一短のある、まあその、なんていうのかな、環境というか、ではあるんですけども、やっぱりアイスゴーレムがね、入ってきちゃうと、スーパービザードは足止め相当食らっちゃってインビジ腐るので、良くないですよね。そこは多分もうタナティさん、これが多分ご存知で、こういう、援軍の入れ方をしたんだろうなと、おそらく思います。めちゃくちゃ上手い方ですからね、タナティさん。ちょっと後でですね、この方のアタックもちょっと見てもらおうと思ってるんですけども、まあそんな感じです。はい。なので、ですね、スパビズを使う方は、本当気をつけながらですね、この辺、理解しやっていただいた方がいいかなと思います。特に初見ですね。中に何が入ってるか分かんない援軍の中身。っていう場合に、うっかりアイスゴリムこういう形で釣っちゃうと、本当にもうインビジがどんどん腐っていきます。マジで注意した方がいいかなと思うポイントでございます。ゆうやさん、援軍ありがとうございます。夜ね、今ね、こちら、夜の11時なんですけど、日本は何時だ？朝6時かな。みんな早起きですね。ちなみに今日はですね、4月の1日です。エイプリルフールの日に撮ってるんですけども、イースターって言って、キリストの復活祭ですね、に当たるので、なんだ、明日、4月の2日は休みです。日本は多分仕事しなきゃいけないんでしょうけど、ちょっと自分は、まあ、夜更かしながら、こう、収録をしてるというね、ちょっと幸せな感じでございます。って言って、こんなこと怒られちゃうかな。で、ですね、最後、インビジの呪文が綺麗に決まった場合の話も見ておきたいと思います。アミタイスキーさんですね。アミさん、このジャイアンさんの村に対して、めっちゃ綺麗に決めてきます。本当に。狙いはこのタウンホール、イーグル砲、投石機のとこですね。まあ、どんな風に決まるか見てほしいなというふうに思うんですけども、やっぱりですね、こう、施設が密集している、特にま、こう、重要な施設が密集しているところのど真ん中に落とすと、まあ、相当いい仕事をしてくれるので、こういった場面での、インビジの使い方というかね、スパビズインビジは本当おすすめですね。ラバで盾を取ってから、
この隙間に落としていきます。まあ、ここに巨爆とかがあっても、スーパーウィザードが時間差でこう何個も踏まない限りはやられやしませんので、あとはこうインビジを重ねていってタウンホール、あとは、マルチインフェルノまで折ってことかな。うん、すごい、クロスボウも折ってきましたね。クロスボウプラスマルチインフェプラス投石プラスタウンホールイーグル砲。まあ、こんだけ折られちゃったらもうさすがにここから先はもう守れないですね。はい。という形で、あとは、自分が失敗したドララの パターンに持っていってるんですけども、うまいですね。きちっと、ドラゴンのルートを作っていってから、キング、クイーン、外周回して、残った投石機とか、ハーチャークイーンとか、マルチインフェルノ、シングルインフェルノ、この辺を、ドラゴンの数がいるうちに、トームを使って一気に多分押していくというパターンではないのかなというふうに思います。というところでですね、もうこのアミさんのこのアタックすごいですね。ドラゴンとバルーンのまとまり具合がもう半端ない上に、外周のキングクイーンが効いてるんで、ドラゴンたちが壁の外側に出てかないですね。素晴らしいアタックになっておりました。で、まあそれを可能にしたのが、突撃艦スパビスですね、のパートによって、中央部のタウンホール、イーグル砲、投石、この辺を全部へし折ったので、ドラゴンのルートがかなり綺麗に出来上がっている中での展開っていうのがですね、このドラゴンラッシュを成功させた、まあ大きな要因なんですけども、逆に失敗失敗させる要因はさっき言ったあれですね、援軍の中身っていうのにマジ気をつけないと、まあ、巨爆とかで、スパビズがやられちゃうっていうケースも当然あるんですけども、まあ、それ以外にも、中に入ってるアイスゴーレムによって、スパビズが足目食らっちゃうというケースは、もう本当にね、やっぱり、そこから先が全く成立しなくなっちゃうので、このような攻め方をする場合には、よく、注意してもらった方がいいかなというところですね。まあ、橋さん、アミさん、そういった中でも、突撃艦スパビズ使いこなして素晴らしいナイサラでしたね。私は、ミスりました。はい。まあ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 ですね、今回の失敗を反省として生かしてまた次に頑張りたいというふうに思います。というところでですね、本日は突撃艦スパビズ、まあ、インビジの呪文を組み合わせたこのパターンですねにおける、まあ、重要注意点ということで、お話をさせていただきました。皆さんくれぐれも、爆弾、ボムタワー、あとそれだけではなくてアイスゴレムの援軍、この辺には気をつけましょう。インビジを使っても釣っちゃうケースがあるというところですね。インビジの呪文が効いてるのに、ユニットが、なんだ、援軍を引き出してしまう。さらにはバネトラップで飛ぶ瞬間に実体化するんで、そこで、援軍が出てきてしまうっていうパターンですね。予期せぬ援軍、望まぬ援軍を引いちゃう場合っていうのは、非常に、スパビズパートの伸びに影響しちゃうので、よくよく気をつけながらリスクを考えて使ってみてもらえたら、まあミスというかですね、悔しい失敗が減るんじゃないかなというふうに思います。いかがでしたでしょうか、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいというふうに思います。これ参考になったなというふうに思ったら、ぜひグッドボタン、またはチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。またですね、私のチャンネル、タウンホール13から、12、11と、これから14も出てくるかな、したらまあ14の方も上げていきたいと思います。幅広く扱っていきますんで、今後ともどうぞ、ご視聴いただけたら嬉しいです。では本日こんな辺で終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。